はい、皆さんこんにちは。季節は8月の下旬、今日もね、釣りに行きたいと思います。いつも通り今日も港を出てすぐの堤防の前で餌を確保するところから始めましょう。いつも通りサビキ仕掛けを落として餌となる魚を釣っていくんですけれども、今日の餌はこちらです。はい、カマスですね。この時期はね、こう小さいカマスがたくさん釣れるので、今日はねこのカマスをたくさん釣って泳がせ釣りの餌にしてみたいと思います。結構ねこの生き餌の餌を確保するっていうのがね、こう難しい日もなかなかうまくいかない日もあるんですけれども、今日はね比較的簡単に生き餌が釣れます。はい、これも落としたらすぐに食いつきました。はい、カマスとこれはアジですね。これもね、仕掛けを落としてすぐに食いついたんですけれども、残念ながら雀鯛でした。たまにねこうやってスズメダイに邪魔されることもあるんですけれど、十分な量の餌が確保できたので泳がせ釣りのポイントに向かって船を走らせていきます。はい、ポイントに到着しました。ここは水深40メートルぐらいですね。魚礁が近くにあるポイントです。先ほど釣ったカマスとアジをバケツに入れて、それではね、早速カマスから泳がせていきたいと思います。じゃあ海底に向かって落としていきましょう。今日はね、波も風もなくて穏やかでいい天気です。はい、海底に到着しました。で、ちょっとね、魚礁に引っかかったのでカメラの位置を調整すると、おすぐにね、キジハタかなが食いついてますね。で、ここで合わせを入れてヒット。もう落としたらすぐでしたね。入ってどんどん巻き上げていきます。で、巻き上げて無事キジハタをゲットです。もう落として10秒ぐらいですかね、もうすぐに食いついてきました。はい、キジハタゲット。30センチぐらいかな。今日も幸先の良いスタートです。で、すぐにね餌をつけ直して、もう一度カマスを投入していきたいと思います。はい、海底に落としていきましょう。よいしょ、海底に到着しました。ベラかな。お、またキジハタもいますね。ずっとカマスを見ています。さて食いついてくるかな。お、離れていきましたね。ちょっと興味を失ったのかな。しばらくね、このままね、魚が食いついてくるのを待ちましょう。お、来た、キジハタです。一気に丸飲みしました。一気に丸飲みされたので、ここで、はい、合わせを入れてヒット。はい、またキジハタ、ヒットです。これも先ほどと同じ大きさかな ?30 センチぐらいでしょうか。はい、キジハタ無事釣り上げることはできました。はい、この調子でね、どんどん釣っていきたいと思います。はい、
またカマスをつけてね、どんどん落としていきます。はい、海底に到着。あ、ちょっとね、魚礁に引っかかってますね。お、カサゴが来て、え、一瞬で持っていきましたね。はい、またね、じゃあ、カマスをつけて投入していきたいと思います。今日はね、もう落としてから全部1分以内で食いついてるんで、活性が高いんでしょうか。すぐに食いついてきますね。はい、また海底に到着しました。次はね、魚礁の中に入れずにちょっと浮かせてみたいと思います。で、魚礁の上でね、浮かしていると、来ました、キジハタです。で、すぐに合わせを入れたんですが、残念ながら針がかりせず。で、もう一度ね、餌をつけ直して落としてみます。魚礁の中には、この浮いてるのは全部メバルですね。こいつらね、魚礁の中にいるときはね、あんまり食い気がないんですけどね、魚礁から出てるときはね、結構食い気があります。お、で、早速キジハタが食いついて、で、その後カサゴですね。カサゴが食いついてカマスを持ってってしまいました。残念。メバルとメジナかな。メバルとメジナも結構魚礁に群れてますね。はい、じゃあまた餌を付け直して落としていきたいと思います。次はね、ちょっとアジで、チャレンジしてみたいと思います。はい、早速アジを海底に落とすと、また来ました、キジハタです。はい、もう一瞬でしたね。これもすぐに合わせを入れてヒットしました。で、無事海面まで巻き上げてきて、はい、キジハタをゲット。で、その後もね、もう一度アジをつけて海底に投入してみます。で、これも早速、もうすでにね、キジハタに襲われてますね。で、もう飲み込まれてます。で、一度吐いたんですが、また食いついて、で、ここで合わせ入れて、はい、ヒット。もうキジハタ祭りですね。どんどん釣り上げていきます。浮き袋はね、口から出ちゃってますね。はい、無事キジハタをゲットしました。はい、で、もう一度ね、カマスに戻して、カマスを落としてみます。カマスを魚礁の中に入れてみると、はい、来ました、またキジハタです。もういい、落ちパクですね。ショーで、ここで合わせを入れて、これもヒット。ちょっとね、目の近くかな、まぶたのところに針がかかってますが、無事巻き上げてきて、はい、キジハタゲット。なんかね、ちょっと空が曇ってきてますが、すごいね、活性が高いので、次はアジを落としていきたいと思います。この調子でどんどん釣っていきたいですね。アジを落として魚礁の真上までやってきました。元気に泳ぎ回ってますね。で、キジハタがアジを追いかけてきてますね。ただ食いつかずにね、どっか行ってしまいました。ちょっとね、当たりがないので魚礁の中に入れてみたいと思います。
すると、お、カサゴですね。カサゴが丸飲みにしてます。で、ここで合わせを入れて、はい、ヒットしました。はい、無事カサゴゲットです。なんかすごくね、活性が高いのか、カメラがあってもお構いなしですね。すぐに食いついてきます。はい、カサゴをゲットです。でね、どんどん釣っていきたいところなんですけど、予報にはなかったんですけど、空の状態は良くなくてね、ちょっとものすごい暗い雲が近づいてきてます。これはね、もう絶対もうスコール的な大雨が来ると思って、もうせっかくね、活性が高くてたくさん釣れてるんですが、まあここで切り上げて帰ることにしたいと思います。でもうね、あの遠くの方だとね、もうめちゃくちゃ雨が降ってるのがね見えてるので、急いでね港の方に向かってます。左と右で全く逆の天気ですね。はい、でね、帰っている途中でね、すぐに雨が降り始めました。はい、ちょっと雨に打たれながらですが、今日はカマスを泳がせてカメラで撮影してみました。結構ね、活性が高くてカマスに根魚が食いついてきましたね。ハモノはね、今日は群れが回ってないのか、ほぼ映ってませんでした。じゃあカマス編はこれにて終了です。それではまた次回お楽しみに。